ガスクロマトグラフィーは、クロマトグラフィーの一種であり、気化しやすい化合物の同定、定量に用いられる機器分析の手法である。サンプルと移動症が機体であることが特徴である。ガスクロマトグラフィーに用いる装置のことをガスクロマトグラフという。また、ガスクロとも呼称される。測定感度は高感度な検出器を用いれば、市販品でも数十 FG、S オーダーレベルにまで及ぶ。 各種の科学分野で微量分析技術として汎用されている。注入口からシリンジ等で打ち込まれたサンプルは、まず高温の気化室で気化した後、キャリアガスによってカラムに移動する。または、機体のままシリンジやバルブで導入された資料は、キャリアガスによってカラムに移動する。クロマトグラフィーの原理によって、核成分は分離され、その後検出器で、 電気信号に変換される。時間を横軸に検出器から得られた信号強度を縦軸に取ることで、クロマトグラムが得られ、保持時間から物質の同定、ピークと呼ばれる、クロマトグラムの高さまたは面積から定量を行う。ガスクロマトグラフィーでの分析では、各成分のピークが十分に分離する条件を見つけることが重要であり、カラムの種類の選択とカラム温度の制御が、 大切である。特に保持時間が長いとピークがブロードになるので絡む温度を消温しながら分析を行うことが多い。ガスクロマトグラフィーは原則として分析対象物が気化する物質でなければ分析できないため汎用性では HPLC にやや劣る。しかしながら HPLC では分析が困難な炭化水素、脂肪酸、アルコールなど 沸点の勾配によって分離される物質の分析に優れるため、醸造、香料、油脂、石油化学等の分野で広く用いられる。一般的にガスクロとも呼ぶことが多く、ガスクロ工業という会社も存在した。ガスクロマトグラフの構造の模式図ガスクロマトグラフは、大まかに以下のような構成となっている。構成は分析目的によって異なるため、 多くの場合で拡張性を確保した設計がなされている。キャリアガスはガスクロマトグラフィーにおける移動症として用いられる。ガスのことで一般にヘリウム、窒素、アルゴンなどの不活性ガスが用いられる。検出器として TCD を使用する場合にはキャリアガスの熱伝導度が大きい方が検出感度が上がるためヘリウムを使用することが多い。 フィードを使用する場合には安価な窒素を使用することが多い。キャリアガスには高純度が要求される。ステンレス製、パックドカラムキャピラリーカラムカラムはガスクロマトグラフィーの固定症を重点、あるいは塗布した管である。カラムにはパックドカラムとキャピラリーカラムの2種類がある。パックドカラムは数ミリメートル程度の筒の中にシリカゲルや活性炭。 ゼオライトなどの吸着力を持つ個体、あるいは天然由来の軽層土や合成シリカなどの多孔質不活性単体に不揮発性の液体を吸着させたものを固定症として充填したものである。不揮発性液体ならば、どのようなものでも固定症とできるため極めて種類が多く、また自分で固定症の詰め替えが可能なので選択の幅が広い。また孵化できるもの質量が多いため、 主に目的化合物の分子用に使用される。缶の材料としてはガラスやステンレスが一般的である。ガラスは割れやすく温度追随性がやや低い欠点があるが科学的な安定性が高い利点がある。キャピラリーカラムは溶液石栄の内径 1mm 以下の管の内壁に固定状を塗布したものでありガスクロマトグラフィー特有のカラムである。かつては 金属製やガラス製のものも使用されていたが、金属製のものは反応性があり、ガラス製のものは破損しやすいという欠点があるため、現在はほぼ全て、溶融石英製のものに置き換えられた。ただし、近年では、キャピラリーの内面を特殊処理をして、不活性化させることで、ステンレス製のカラムも市販されるようになった。一般に、 パックドカラムに比べ単位長さあたりの理論ン数は高いが内壁に塗布することのできる固定床の量が少ないため付加される物質量は少ないそのため主に分析用に使用されるまた溶液石英に吸着される固定床は限られるため固定床の種類は少ない物質の保持時間は主に固定床の極性による高極性の固定床は高極性の物質と 神話性が高いため、高極性の物質の保持時間が長くなる。そのため固定症の異なるカラムを使用すれば、あるカラムで分離できなかった物質を分離できる可能性がある。キャピラリーカラムにおいては主に以下の4種類の固定症が使用される。無極性、ポリジメチルシロキ酸低極性、ポリジメチルシロキ酸、ジフェニルシロキ酸2種の混合率によって様々な。 無極性低極性のカラムが作られる、中極性、ポリメチルシアノアルキルシロキサンダカ極性、ポリエチレングリコールまた、高額活性体の分離用には、蒸気の無極性中極性の固定性に、シクロデキストリン誘導体を混和したものが使用される。パックドカラムにおいてはこれらの他にシリカゲルや、活性炭、ゼオライトや活性アルミナなどの吸着力を持つ個体、 スクワランやジマイナスにエチルヘキシルフタレートなどを単体に吸着させたものが固定床として使用される。なお、それぞれの固定床ごとに使用上限温度が存在し、これを超えてしまうと固定床の溶質や分解が起こりカラムの寿命を縮めることになる。またキャピラリーカラムは保護のためにポリイミド樹脂で外側がコーティングされているが、摂氏300、検出器はカラム出口に設置され、 サンプルの核成分を検知して電気信号に変換する部位である。GC では、汎用目的には TCD もしくはフィドが用いられる。また他に微量の窒素化合物や硫黄化合物のみを検出するような検出器も存在し、これらは残留農薬の検査などのために使用される。TCD 物質の熱伝導度の違いを利用してサンプルの検出を行う。 キャリアガス以外のほぼあらゆる物質を検知できるが、感度があまり高くないので気迫サンプルには不向きである。基本的には、非破壊的な検出方法であるため、サンプルの分子が可能。フィード物質を水素塩柱で燃焼することによって発生するプラズマ電子を検知するものである。CH 結合を持つ化合物に対して感度を有するため、 一般の有機物に対する感度は高いが、水や二酸化炭素などの小分子ガスは、感知できないのが欠点である。基本的には、破壊的な検出方法であるため、サンプルの分子が不可能。X と 63NI などの β 線源を用い、親電子性化合物を極めて鋭敏に検知するもので、ある。キャリアガスとして、通常は窒素を用い、検出電極部で窒素に、 ベータ線を当てて電子を放出させる。この状態を基準電圧とする。親電子性化合物が検出部を通過すると電子は親電子性化合物に吸着され、これを保証するために電極部に保証電圧がかかる。この保証電圧を検出することによって親電子性化合物を検出する。特に超微量のハロゲン化合物やニトロ化合物の検出に威力を発揮し、 ダイオキシン類や PCB の訂正、定量やニトロ化合物を有する爆薬などの感知に用いられる。欠点としては、β 宣言を必要とするために放射性物質、特有の注意、管理が必要であることが挙げられる。FPD 物質を水素塩柱で燃焼することによって発生する光を検知するものである。フィドと原理は似ているが、FPD は、 燃焼によって発生する特定波長の光を感知することによって検知している。水素の還元円柱で、硫黄化合物が燃焼すると394ナノメートル、リン化合物が燃焼すると526ナノメートルの光が発生する。バンドパスフィルターを通すことによって、これらの波長の光のみを光電管に当て、発生した電流を検知する。リン化合物や硫黄化合物、 鈴化合物の分析に用いられる。あまり感度が高くないことが欠点である。特殊な例として、ガスクロマトグラフと質量分析装置を直結した GCMS がある。ほぼあらゆる物質を検知でき、クロマトグラムとマススペクトルが同時に得られるため、各ピーク成分の同定が極めて容易となり、特に有機化学の分野で多用されている。また、 ガスクロマトグラフとフーリーエ変換赤外分光器を直結した GC フターも各ピーク成分の同定の目的で使用される。ただし GCMS と比べると相当感度が低い。3種類の物質を分析した場合の典型的な例。横軸が保持時間の面積が検出された物質の量となる。ピークが重なったり、あまりにもなだらかな曲線を描いた場合は、 データの精度が悪くなるため、分析パラメータを見直す必要があるサンプルの注入から、ある化合物が検出器で検出されるまでにかかる時間を、その化合物の保持時間という。そして保持時間から、全く固定上に吸着されない物質が溶出するまでの時間を引いたものは、空間補正保持時間と呼ばれる。 一定温度で測定したクロマトグラムにおいては、2種類の物質の空間補正保持時,時間の比は、温度やキャリアガスの種類や流量によってはほとんど変化せず、固定上の種類のみによって決まる、一定の値となる。この値を相対保持比という、直差のアルカンにおいて、あるアルカンを基準とした炭素数 N のアルカンの相対保持比。 アルファ N の常用対数は炭素数 N の一次関数となる。すなわちログアルファ N イコール 1B。この式を変形し、X イコール100、A イコール 100N、すなわち X の値が炭素数の100倍となるように相対保持比を規格化できる。この式をアルカン以外の化合物にも適用する。ある化合物のあるアルカンを基準とした相対保持比、アルファ N を測定し、 それを他のある間の相対保持比から求めた A、B を使用した蒸気の式に代入する。この時、この X の値を、その化合物の保持指標、あるいは提唱者の名前をとって、コバッツインベックスという相対保持比と同様に保持指標も固定証の種類のみによって決まるため、化合物の同定や保持時間の推定に使用される。近年では、 アジレントテクノロジー社製ガスクロマトグラフのように電子制御でキャリアガスをコントロールすることにより保持時間を固定する技術も開発されている。ダイレクト法注入口で加熱器化したサンプルをすべてカラムに導入する。スプリットレス法スプリットレス法では瞬間的に加熱器化させたサンプルのほぼ全量をカラムに導入する。スプリット法ではできない。 微量な分析をするときに用いられる。導入時間が長くなるためにピークがブロードになる。ピークをシャープにするために以下の効果が用いられる。スプリット法注入したサンプルをカラムに導入するとキャピラリーカラムでは資料負荷量を超えてしまうためにピーク形状や分解能が悪くなる。そこでスプリット法では瞬間的に加熱期化させたサンプルの一部だけをカラムに 導入し、残りを廃棄する。スプリット比を変えることで、導入量は調節する。熱に不安定な化合物や、沸点範囲の広いサンプルでは、注意が必要である。プログラム上音器化、PTV 放注入口の温度を自由に設定できる。サンプルは、液体のままライナーに注入し、その後に消音して、サンプルを気化させ、カラムに導入する。カラムにサンプルを導く際。 スプリット、スプリットレスの設定ができる。大容量のサンプルを GC に導くことができる。ありがとうございます。